おはようございます。小西の幸です。小西さんの長官読み。今日の新聞は読売新聞。12月5日土曜日です。雨がやむのをずっと待っていたんですけれども、ダメだ。やまない。えー、今日は室内からです。はい、えー、主がね、えー、環境投資2兆円基金。2兆円だよ。 一人親世帯給付再支給。えー。それとちょっとびっくりした記事がですね。えー、その横。原発設置許可取り消し。来たね取り消しと来たよ。うんあ、こっちじゃない。これだ。取り消しですよ。はい、えー、規制委員会の判断には不合理な点があり、許可は違法。 すごいね。すごい。即座に止まる。え可、ー、処分決定とは異なり、取り消しの効力は判決が確定するまで生じない。だから、地裁ですから、こっからね、ね、えー、最高裁に行って、最高裁でもダメだって言ったら、はい。そこでダメになっちゃうんですね。はぁ、すごいね。 安全性に問題があるとして、えー、取り消しを求めたそしてあの結果出たすごいね珍しいよね、えーえー、原子力規制庁は関係省庁と協議の上適切に対応したいまあまあねえー、最高裁に行くでしょう えー、ちょっとね、びっくりしましたね、うん、首相、日本柱全面あ国会へ、ね、国会閉まりましたからね、えー、最後はこれだ、えー、温暖化対策とデジタル化、これね、全面に押し立てて、省庁と野党の抵抗、懸念材料があると。はあ、はあははあ えー、これ、ここだよね。社説、読売るのね。危機、克服への明確な方針を示せ。本当だよね。感染抑止が、経済回復の近道だ。ね結局、なんだろう。ビシバシ言わないんですね。なんだ、ノラリー、クラリー、ノラリー、クラーだよね。ああ、首相が変わっても、ああ、ほら、書いてあるとか言う 論戦、国会の中の論戦も、はい、書いてますよ。ほら、首相、もう守るだけ、守る、守りを徹底して、そして学術会議桜も野党攻めて書く。えー、党首討論も一年半なし。なんだかねー、うん。 なんだか守りというかどうしたらいいのかのらりくらりだったよねうんでなんだろう記者のミら,、ね、られる質問に対してもねそのまますーっとかわしていったりとかなんかさやっぱり幹事長幹事長だったよねもう忘れたね から上がってやっぱりこれは首相っって感じじゃないよねやっぱりナンバー2ナンバー3のうん器のような気がするねピシッパシッじゃないもんねだから俺いつも言いますけどトランプさんぐらいまあトランプがいい悪いじゃなくてトランプさんぐらいのなんか馬力がね欲しいよなうん見ててもん本当かって GoTo だ なんだかんだって言いながらさ、なんかたらーんとしたないですかやっぱり頂点に立つ人はなんかピシュマシュってこれがいいっしょってきっと言えないんだろうね。言うと責任問題だろうね。うん、責任だから、うん、責任取りたくない、のらりくらりのような気はしませんか うん、日本の方向、日本船、日本船という船があそこに向かっていくぞという、なんだろう、船頭さんが、あの人ですよ。なんか、船頭さん、どっち行くのうん、うん、まあね、うん、いやいや、おいおいっていうような気がするんだよなー。うんで、ね、これも書いてますけど、一面にも書いてますけど、で、また、 でまたですよでまたあれどこ行った一面喋ってるとわけが分からなくなりますね一面あたそしてさなんかドラりくらりしてる間にさ追加経費2940億五輪だよまた追加だよしょうがないのかななんかあの決まった時にはあんまりお金がかからない五輪を目指して 言ってたよねな,なんだか結局コロナ対策費を絡めてお国がまたとか東京がまあコロナだからしょうがないっちゃしょうがないのかもしれんけれどもうんそして75歳以上の医療費が先送り結論先送りこの中あのね年金お金をいっぱいもらってる人はもうダメだとか。 少ない人に限るとかなんかぐすぐす言ってきたよなんだかね本当に安倍さんの後半からずっともう政治が機能してないような気がしますはいもうこんな話ばっかりだよねはいだからちょっと最後はこの話をしましょうえ前回も言いましたけどいよいよ 一郎くんが、一郎くんが高校生に、いいねー教えてるよー。ほらー。教えてるぞーえ。ちゃんと取ったからね。あの、高校野球の教えるというのを取って、まず行ったのが、私たちの和歌山県、すいません。和歌山県、地元和歌山県の、地弁和歌山行ったんだね。うん。最終日4日目は、盗塁のスタートの切り方、助言。 えー、フリー打撃では鋭いスイングを披露した。えー、西山から指名されている子いるんだよね、細川君ね。はあ、すげえ。イチロー選手もフェンス越えのホームランバンバン打ってるっていうね。すごいね一イチロー。マリナーズ球団特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさんは、はあ、はあ、今年2月に取ったんだね。指導者となるための学生野球資格。 はあ、同校の教職員と草野球などを行う交流があったことから実現した。そら目の前でさ、こんな人がさ、こんな構えをしてくれてたよ。どうやったら盗塁できるんだとか、ね。それはもちろんコーチとか監督さんからは聞いてると思うけども、やっぱりさ、メジャーでやってる人がさ、ねそこで言ってくれたら、それは嬉しいよね。 うん、ああ私たちも高校の時に僕らの時で終わったのかな南海ホークスというのが田辺でキャンプに来てました、えー、そこで、えー、各学校から一人ずつ練習に参加できましたちょっとだけですけど今やったらそれアウトなんだろうね地元に貢献なのかな、えー、そ,のその練習を見るだけでもプロの練習を見るだけでも僕はぶっ飛びました はい、どうなったかっていうとその打球の速さバットスイングの速さブーンって言うんですよねで飛んでくるおそれを見てプロってこんなのかでその後地元の、えー、学校5つか当時5つだったかなに、えー「南海ホークスホークス」っていう書いた練習のボールをみかん箱いっぱいに。 毎年くれれままししたたそれが宝物になりましたやっぱりプロのプロの技術をその場で見るそして今回みたいにイチロー選手が高校生の前でこうなんだよって示してくれるということがとてもとても素晴らしいこれからもっともっとプロを引退した方がその資格を取って母校にとどまらずいろんな高校生にもっと教えて。 そして野球は素晴らしいんだよということを教えてほしいと思います。政治家も見られればいいね。我々に本当こうなんだよって言ってほしい。明日は晴れますように、週末楽しい週末でありますように。小西弘之でした。ありがとう